皆さんこんにちは、ミライチサです。今は、ハイデルベルグ城まだ抜けてないってところですけど、前回はマリーさんと、ダリスだったかな確か。が、再会しまして、彼女とこの人は、落ち延びることになって、で、続いて、マリーさんが抜けています。あ、まだあった。前回もうないかなと思ってやめたんですけど、まだありましたね。なんで降りた？なんか降りる意味あったのかな？今よくわからん。どっちかがわかるのかな？始めるか。前回ぐらいから多分攻撃が終わってますね。天竜レンガ山を連発してる。決戦闘はどうしたんだ。神のご加護です。こっちでいいんじゃないかな。ここか。来ない。エレクシール。あー、またこの系？これを普通に落とせばいいのかな、これは。どうなった？何が起きてる？え？これ？どうしたのかな？話にならない。どうしてんだろう、これ落とすのかな。何が起きたの。わからないんだけど、あ、上だろうな、下のようないはずだ。多分足場ができたのかな。あー、あれ多分あれか、エレベーターみたいな。一つの下で見つかりたんだ。わかんない。シーサイドで言いながらエッグザを出す。素晴らしい。早い。ああ、なるほどね。ちょうどいけるか。これは何、UX。これ使ったことないんだな。まだありますね。下の部分かな。よし、出た。行くよ。下がようなんじゃないの？あるか？なさそうなんだけど、とりあえずなさそう。まだ上からなんか落としてくるんじゃないかな。
とりあえずあのギアを越えていくしかなさそうですね。よいしょ。うわ、落ちた。マジか。ピカチュウ。ガンディ、ガンディ。だってほとんどよいしょ。あれうまくいかない。え、ここでも落ちない。こんなリズム界に押すのも苦手なんですけど、なんていうとこで出る。落ちますよ、あの人。僕の目の前で消えてしまえ。マシンで勝てるとでも思ったのか。あれ逆回転してるからある程度入れながらっていうことになった。 OK、 よし。操作したら多分あれ、これが下乗れるから一回戻って結構長いな。ここは落ちればいい。よし、で、から降りる。さらに下に行けるかな。じゃあここに来ている。やりましょう。話にならない。で、降りるっと。あれ、上がるの？絶対降りると思ってた。あ、そういうことか。クロスしてたんだ。え、ここがジャンプ。あー、落ちる、絶対落ちる。一発でいけたら。もういける。強制っぽかった。まだ下だろうな。時計塔っていうぐらいだから下に上なんですよね。ゾンビは2体に終わった。何、なんか増えましたよね。なんかいない。いや、いる。どっかでできたし、あるか。あ、こいつが消化してんのか。神のご加護です。とりあえず上向くしかないか。こっちから来たんだっけ。どういうの。これを動かして、え、単純に行けることしても面白くないから、なんか仕掛けがあるんじゃないか。ない、なかった。敵だ。まだないけど。痛い、痛い。結果は変わらん。そう、何度やってもだ。
かったかな。なんかあるかな。ここに行けるっていうだけだよ。モンスター呼んでるやつがいるな。負けるわけにはいかないぜ。レベルも着々と上がってます、ね、長かった。そろそろ到着点だった。嬉しい。あ、下っぽい。なんかこういうとこ最近見た気がする。どこだろう、わからない。大切な桃色の髪の毛を使徒を助けるために来た気がする。結果は変わらん。そう、何度やってもだ。これも先輩だったような通ってきたんだ。通路だったな。やばい。でも今すぐだ。どんだけ叫んだよ。一生つかなかったりしてだった。もう落ち着いたっぽい。じゃあセーブします。おー、ゲームよな。挑発に揺れるほど未熟な心は持ち合わせておらんよ。